はい、続きましてサイクルグランバーさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、昨日はありがとうございました。こちらもどうぞ。の楽しいトークショーをね、はい、たくさん伺いましたけども、はいはい、今回ですね、土屋さん改めてちょっとブース伺ったので、はいはい、推しの一台をご紹介いただきたいなと思うんですけど、ね、やはりこのブルベ用に作られたこの今のランドナーでしょうかね。こちらで、はい、もう昨日ランドナーのね歴史とか思いをたっぷり伺いましたけど、はいはい、まあ、改めて実車を前にご紹介いただきたいんですが、はい、今こちら、グランバーさんの商品名ですよ、はい、ブルベランドナーという、ね、はい、そうことで、あのランドナーなんですけど、主たる使用目的というか、はい、フィールドはもうそのブルベに使うための、はい、今ブルベって大体そのカーボンロードバイクが圧倒的に多いわけです ね、はい、でなかなかこういったランドナーでブルベされる方少ないんですけど、はい、この方はランドナーにこだわられてって、はい、これ実は2代目なんですよ。そうなんですね。でそのと1代目を非常に気に入っていただいてまして、はい、同じスペックで前のモデルはもう少し距離長いようで、これ確か200から300クラスのブルベ用というようなそういうコンセプトで、ちょっと軽量をさらに狙ってで作られてます。まあ、ブルベという、まあ、競技というか、はい、どのように、ね、走るか、はい、基本的には、はい、レースとは違って違います、ね、であの交通ルールを守りながら、はい、結構夜間走行というか、はい、寝ずに走るみたいなところがありますね。まさに、はい、長距離を走る、はい、まあ、レースというかね、はい、あのイベントだったりしますけども、じゃあそのあたりを非常に意識して狙っているということ で、はい、実際その乗り味というか設計するときに意識されたところってあったりするんですか。やっぱ大きいのはその長距離走る場合は、はい、いかに疲労を軽減させるかですよね、はい、疲れないことが何よりの、これは安全にもつながります。はい、でまあ、うちの場合このタイヤを作ってるのが大きいわけです。そうだ、オリジナルのこのランドナー用のタイヤが、はい、そういった人間にかかるストレスをすごい軽減してくれるわけです、はい、ロードバイクってロードバイク用の細いタイヤ、まあ、今時は 28C ぐらいが多いんでしょうかね、はい、そういったタイヤ多いんですけど、これ 38B という、うん、太いですね、かなり太めのタイヤがついてます、はい、でなおかつうちケージングっていうこのタイヤの基本的な素材をすごい軽い細い繊維で作って、これがすごいしなやかな、なるほど、そうするとタイヤがその路面からの振動微振動を吸収してくれるんです、はい、でそれが体にかかるストレスを軽減してくれるという、非常にこうそういった長距離走るのに向いてる、要するにランドナー走行に向いてるタイヤは、それがさらにブルベにも有効だということ。なるほど。我々僕ロードレース畑で、はい、僕の若い時のタイヤの価値観って、はい、そもそも間違っていて、はい、速く走るには細くて、はい、空気圧が高い方が速いだろうっていう、はいはい、もうなんか全然間違ってた理論で、はい、ただ今は太いタイヤで、はい、まあ、空気圧を落としても、はい、結果飛び跳ねたりしないんで、はい、効率的に、はい、転がり抵抗も少なくなるっていう、はい、だからある意味ロードバイクのタイヤが、はい、このちょっと幅広の、はい、ランドナーに寄ってってるところありますよね、はい、そうですね。だからあの太いから重い遅いってことじゃないってことですね、はい、ないです。もう素材がそのロードバイクの発達のおかげですごい進化したんですね。そういうことですね。昔の太いタイヤすごい街乗り用のタイヤしかなかったんです。はい、我々が昔あれがてがった太いタイヤっていうのはすべからく向こう行くと普通の街乗り自転車用のタイヤだったんですよ。確かに。でそれがロードバイク用に開発されたタイヤの素材でこの太いタイヤ作るとすごい軽いし振動吸収性がいいししなやかで乗り心地がいいというタイヤができちゃったんです。土屋さん、そうやって考えるとランドナーという自転車の性能とか魅力を引き出すには、はい、まあ、結果としてタイヤを作らざるを得なかったと思うんですけど、まあ、結果的にそうなりましたね。でも、はい、実はランドナーの正常進化を考えるときに、はい、タイヤの開発ってすごく重要なことだったんですね。重要だ。もうほんまどまた私はもともとそんなことをやってたわけじゃないんですけど、運が良かったとしか言いようがないんですけど、土屋さんはあのそもそもランドナータイヤが世の中からなくなっちゃったから、はい、もうそこを危惧してタイヤ作り始めたんですけど、何、ね、はい、か作ってるうちにどん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 、あ、こんなことできるの、こんなことできるのが分かってきて、このタイヤが生まれてるという。いやー、そっか。だからその本当にブルベというかなりの長距離を走るイベント、ライドイベントとして考えた時に、土屋さんが作られてる現代のランドナーは実は最適なバイクだったりする可能性が高いです、ね、はい、そう私は思ってます。ですから昨日もお話したその1200キロのパルブレストパリみたいなイベントでもすごい有効なわけですよね、それ。まあ、実際ね上位でフィニッシュされてましたもんね、はいはい、なるほど。まあ、この随所にこうロードバイクのねちょっと部品なんかもアッセンブルされてますが、ちょっと個人的なことで言ってですか、はい、僕もちょっとランドナーのライトフェチでですね、はい、こういうのめちゃめちゃ憧れてたんですけど、はい、これ今最新型のダイナモなんですか、はい、こんなちっちゃいんですか。はい、これ小さくてもすごい発電効率が良くて、はい、ライトも非常に明るく照らして走行抵抗が少ないです。これもう中 LED ですか。
はい、こちらのライト本体は、まあ、1ワットの LED が使われているものなんですけど、まあ、これをこういったブロックダイナモ化して、要するにライトと発電機を一体化させることによってすごい効率よく軽量化が図れて、でさらにこれ後ろにテールライトをつけてあるんですが、はい、これ実はこのパイプの中を全部コード通してあります。あ、もうこれで発電してですね、はいはい、この発電した電気をここにカーボンブラシという仕掛けを入れて、その中回転しても断線しない仕掛けになってて、後ろまでコードが通ってここに給電してます。でさらにこのライト最近改良したんですが、はい、中にコンデンサーを入れて停止しても、そうですね、3分は絶対ついてます。すごい。要するに信号待ちしてても後ろはついてると、これそこに自転車がいることを示してくれるんです。これ今のブルベではやっぱり必須なんですね。なるほど。夜間走行中に田舎道で止まってて真っ暗の中で止まってたら分かんないです。確かに確かに。それついてるってやっぱり有効なんですね、安全のためには。あの正直これじゃあもう80年代とは、はい、見た目はデザインは一緒でも別物なんですね、はい、そうなんです。ちなみになんでこれ後ろ2個ついてるんですか。で今そのブルベではさらに安全対策で前も後ろも2個というのが基準になりつつあるわけです。それは玉切れとかそういうなんかそれもあると思いますし、安全面からもやっぱりそれ2個あったら有効ですよね。視認性ということでね、はい、すごい。これが土屋さんが手掛ける見た目は昔のランドナーを保ってるけど、はい、正常進化した最新のランドナーということで、はいはい、いやーどうしよう、欲しくなっちゃうな。それはぜひぜひ思っていただきたいと思います。そうなんですよ、はい、これはね我々世代からするともう直球のキュンなね、はい、バイクですので、ちょっとまだまだお話伺いたいんですけど、はいはい、ちょっとカタログなどを拝見しながらです、はいはい、私も勉強していきたいと思います。ということでサイクルグランバーさんでした。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。